メヒテルディス・フォン、エスター・ライヒは、オーストリア皇帝家の分家テシェン公爵家の皇女。帰戦結婚により、皇族の身分を失った。全名は、メヒテルディス・マリア・クリスティーナ・レオーナ、テレジア・ロザーリア・ニコジア。二重帝国海軍の提督を務めるカール・ステファン、大公と、その妻で、ハプスブルクトスカーナ家出身のマリア・テレジア大皇女の、間の、第四子、三女として、 ポーラで生まれた。洗礼名は、父の重視で悲劇的な事故死を遂げた、マキルデ大公女にちなんだものだが、マキルデの子系メヒテルニスが選ばれた。姉妹と一緒に語学に特化した教育を受け、家庭教師にドイツ語、イタリア語、英語、フランス語、ポーランド語を教え込まれた。父の認知イストリア半島で育ったが、1907年より家族と一緒に、 ガリツヤの財シュに転居した。父の政治的野心により、メヒティルディスは、自主のレナータと同様に、ポーランド人大貴族の子息と、縁組させられることになった。メヒティルディスは1913年1月11日、財シュ上において、オルゲールとチャルトリス機公爵と結婚した。二人の結婚の二日前に、長子エレオノーラが、幼馴染みの海軍士官と結婚していた。 夫のオルギエルとの属するチャルトリスキ家は君主家系でないためハプスブルク家とは身分の釣り合いが取れずこの結婚は帰戦結婚とされたこのためメヒテルディスは結婚に際して皇族の身分、称号を全て放棄した皇爵夫妻は所領の施列で暮らしマニに何ン以上を設けた第二次世界大戦が始まると一家は信仰のあったブラジル皇帝家課長 ペドロガスタンミコを頼って、ブラジルに亡命した、メヒティルリス大公女、1913年。ありがとうございます。